お世話になります。大分県健一です。さてとですねちょっと前に古着屋さんと転売というテーマでズバリ言います。古着屋さんは転売業者です。それが何かっていう動画をやらせていただきまして、でやっぱりね、皆さん思うところがあるようで結構コメントいただいたんですよ。で今回はそのコメントを紹介しながら僕の意見をねまたちょっと言わせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、というわけでまずその動画のあらすじというかね、どういうことを話したのかっていうことをちょっと説明させていただきたいんですけども、まず古着屋さんは転売業者ですっていう話から始まって、買い取ったものをもう一度それを売るっていう商売、それを転売と言いますと。で一方転売屋とは世の中にあまり出回らないもの、数量限定であったりとかその場に行かないと買えないようなものを買い占めることで価格を吊り上げてリザヤを稼ぐ転売業者のこと、だから転売業者の中でも転売屋と呼ばれる人たち、ちょっと、やり方、その商売の仕方がモラルに欠けてて、まあ非難の意味で転売屋とか転売師とか転売中とも言われるみたいなんですけど、まあそういったね転売業者の中の一部の人たちのことを転売屋と言いますよっていう話をしました。でさらにその古着屋さんは転売屋には当たりませんよっていう説明をしました。というのも転売屋の特徴ね、世の中にあまり出回らないものを買い占めることで価格を吊り上げて利材を稼ぐ、これに当たらないよっていう話をさせていただきました。まあそれが僕の意見ね。でこの話をしたところ皆様からたくさんのご意見をいただいたということになっているわけです。じゃあねそれちょっとね紹介していきたいんですけれども、古着屋と転売屋の説明が分かりづらすぎ、小栗さんの説明だとまんま古着屋は転売屋になると思えるんですがっていう意見をいただきましてね、申し訳ございませんでした。分からないかったかな。まあ転売屋っていう人たちは世間に出るはずのもの、まあ限定商品ですよね、多くは、を買い占めて、でそれが市場にもうないからさ、もう高くても欲しいからっていう人たちに向けて売っていくっていうやり方をする人たちが転売屋なんですよ。だから古着とその転売屋の人たちの一番大きな違いは、数量限定、例えば世界に 100個しかないものを転売屋さんが買い占めて、それに価格を上乗せして売るっていうスタイルが、まあ、転売屋さんだよね。だから数量限定じゃないと転売屋の商売のスタイルって成り立たないじゃん。でも古着屋さんって数量限定かどうか分かんないからさ、だから転売屋って言えないよねっていう説明を前回ちょっとさせてもらったんですが、分かっていただけましたかね。ちょっと説明が難しいというか下手だったかもしれないですね。まあ、古着ってだって一つ一つがもう一点物だと僕は思ってますし、まあ物はね、それ例えば、まあ前回も例に挙げたのが 501XX ね。じゃあリーバス 501XX 全然ないじゃんって言うけど、でももしかしたらどっかにまだあるかもしれないし、それか、市場に出てないだけで各ご家庭にはたくさんあるわけじゃん。あると思うんだよ、多分ね。ないとは思うよ。ないんだけど、ないなりにあるじゃん。じゃあ例えばさ、もうすごい例え悪いけど、僕たちね、90年代古着ブームを生きた人たちがこれからどんどん年取ってって、まあ、就活を始めましたと就活始めた。じゃああの時にブームが来た時ね、古着ブーム、ヴィンテージブーム来た時に買ってたあのジーンズ、もうこれ最後ちょっと処分しようってなったタイミングで結構出てくると思うよ、多分ね。で例えば僕が今ね40代なんで、さらずに40年後50年後ぐらいかなにそれぐらいのタイミングがあると思ってます。それぐらいにはねまた市場に結構な量出回ると思うんで、皆さんチェックしておいてください、はあ、多分あると思うよっていうこと。だからそういう意味で古着屋さんは転売はしてるけど転売屋ではないっていうことです。この説明で分かってもらえたかな。はい、続きましてこのコメントね面白かったんで紹介させてもらいます。転売は昔からある仕入れ販売手法なんで、それ自体が悪でないのは分かります。小栗さんがおっしゃる通り、やはりマナーに欠ける人が多くいることですね。リサイクルショップなので仕入れをしてる個人のやつは何度も目撃してますが、本当にマナーが悪い。この
意見は古着屋さんが転売業者とか転売ヤーがどうのっていうよりはリサイクルショップとかで仕入れをしている古着屋さんのマナーが悪いよっていう話ね。だからそのマナーが悪いやつはもう転売ヤーと同じというかさ、だから多分そういうマナーが悪いところを見てそいつらはいけないんだみたいな意見がね、多分これ結構多いんじゃないのかなと思いましたね。で、実際ね、どういう部分が、マナーが悪いと感じたのかっていうのをね、ちょっと聞いてみたんですよ。で、お返事いただきまして、結構あるのがネットで相場チェックですね。長い間同じところにいるし、期待外れだったら元にも戻さず適当に置きっぱなし。あとはとりあえずカゴたくさんにキープしていいのだけ会計して残りはカゴに入れたまま通路に放置。通路に 3,4 人の状態で転売指南とか。これはね、相場チェックはね、ぶっちゃけ僕もしてしまうんですよね。リサイクルショップに限らずというか、相場チェックっていうか、そのアイテムが何なのかっていうのはやっぱ気になるからさ、その場所でさ、なんかスマホでこういろいろ調べてしまうことはあるんですよ。でもこれ確かに他のお客さんからしたら結構迷惑ですよね。で、それ自体はね、僕もそれはしょうがないなと思うんですよ。だけど、期待外れだったら元に戻さず適当に置きっぱなしとかね、とりあえずカゴにたくさんキープして買わないやつはもうその場に置きっぱなしとかねっていうのはね、ちょっとそれはもうモラルに反するやり方ですよね。なんでそういうことをしてしまうんだろうと思いますね。で、実際僕もね、この間なんかちょっとリサイクルショップ行く時があって、で、そこにあるんだよカゴが。で、そのカゴを使ってる人が周りにいないんだよ。で、そのカゴの中にアイテム何かが入ってるのわかるんだけど、これなんだろうと思ってさ、こう見ていきたいの、ここにあるから邪魔だし、で、これなんか触るのもなんかなと思って、そのままにしてしまったんだけど、そういうのは良くないよね。で、そのお店はもう多分そういう人が多いから、対策として試着とか終わったやつはここにかけてくださいねっていうハンガーラックを用意してましたね。もうほんと返すのめんどくさいじゃないですか。で、そこに置きっぱなしよりはそこにかければ、他のお客さんもそれ見れるし、そっちの方がよっぽどね、マナーがいいと思いますんで、活用したらいいなと思います。で、通路に 3,4 人の状態で転売指南、これはね、転売してる人に限らず結構なんかさ、これがどうの、T シャツのなんか袖の縫い目がシングルだダブルだなんかそんなこと言ったりとかさ、なんかね、ありますよね。なんか聞いてて、なんかイラッとするよね邪魔だしさ。でもそれを悪く言うのもな、なんかショッピング楽しんでる友達っていう場合もあるだろうしね。別にいけないことじゃないんだよ、別に法律に触れてもいないし、ただなんかイラッとするよね説明はできないけどさ、別に悪いことしてないから文句も言えないけど、なんかチッてなるね、それはね。わかります。はい、では続きまして、こちらのコメント、目利きができる人イコール古着屋さん、転売屋はその時人気のもの便乗して販売している人と思ってますわ、ということでね。なるほど、これはだから、いわゆる世間一般の人たちが言ってる転売屋の意味合いとはちょっと違くって、古着とか雑貨とか、そういうアイテムを転売する人たちのことを分類分けするときに転売屋って言葉を使ってるってことだね、これはね。多分この意味合いで古着の転売屋って言ってる人がね、結構多いと思いますね。別にそれがいけないことでもないんだけど、なんかそこでさ、そこでちょっとなんか分類分けしたくなっちゃうの、なんでしょうね。別にいけないことしてるわけじゃないし、じゃあそのなんか裏技とかなんかあったりするじゃん。メルカリでなんか相場をチェックして、同じものがいくらいくらでメルカリで売ってるけど、これはいくらでしたみたいな動画やってる人もいるしね。だからそういうことができる人ってなんかいいよね。いいと思う。羨ましいです、僕は。流行りのものを人気のものに便乗して販売することができる人ね、すごくいいと思います。僕なんかは一応古着好きでやっててさ、なんかヴィンテージがどうのこうのとかいう話をしてるからさ、その辺のこうプライドがちょっと邪魔してしまって、今これ売ったらいいんだろうなみたいなさ、
ものもあったりするの分かってんだけど、でもこれ売ったらちょっとなんか違うよねとかなんか思ったりしてしまったりして、仕入れとかも僕してるんですけどね、販売とかもしてるんですけど、でもこれ売ったらちょっと違うよなとか、なんかそんなプライドがちょっと邪魔してしまう時とかもあったりするんで、僕はね、こういう、人気のものに便乗して販売してる人っていうのはね、羨ましいです。続きまして。古着屋さんがいちいち説明いらんよ。それで清潔してるならいいやないですか。正当化とかいらんし、ということでね。ああ、僕もそう思います。まあ、ただ別に正当化したいとかそういうことじゃなくって、まあ、それで生活してるなら別に僕もいいと思います。別に悪いと言ってるわけじゃなくて、転売ヤーの中にも種類はいると思っているんですよ。だから世にあまり出回らないものを買い占めることで値段を釣り上げて利ざやを稼ぐ人たちのことを転売ヤーっていうのなら、別にその人たちが全員悪いものだとは僕は思ってない派の人です。で、例えばさ、この転売ヤーの動画やるときちょっと思い出したんだけど、チェルシーが今年の春ぐらいかな？なんかもう販売中止になったんですよね。で、僕もチェルシー好きだったんで、ちょっとショックを受けたんだけど、そのニュースが出たぐらいの時に、多分買い占めた人がいるんだよ、チェルシー。で、なんかメルカリかな？で、チェルシーも何千円とかで売ってる人がいて、で、結構なんか批判の的とかになってたみたいなんだけど、僕は別にそれは悪いことじゃないと思ったんですよね、その時。賢いなと思いましたね、逆に。そうか、そういうお金の稼ぎ方もあるのかと僕は思いました。ただ、例えば、この間の動画でも話したんだけど、コロナ禍でマスク買い占めてリザヤ稼ぐとか、アルコール買い占めてリザヤを稼ぐとか、なんかそのやり方はちょっとなんかなとは思いました。それでを罰するさ、法律とかないし、商売としては別にありだと思うんだけど、ただ、もうモラルに反するよね、本当に。なんかちょっと、そのやり方はちょっと違くねえかとは思いました。だから、転売ヤーの中にも、ありの人となしの人といるよなと僕は思ってます。まあ、実際僕もなんか、どうしてもこれが欲しいっていう時に、ちょっと高めに買ったこととかあるんだよね、多分。キャンプ道具でなんかメスティンがすげえ値上がりした時があったんだけど、なんかキャンプ行くし欲しいなっていう時にそれ買ったような気がするな。でも別にそれは、なんかそれで腹を立てるってことはなかったんですよ。そう。だから別に、まあ正当化って言われてるんですけど、この人は。転売も悪いことだと思ってないので、まあ、正当化っていうのは別に正しくないと思います。ただその古着屋さんの商売のシステムについて説明したのと、なんか転売ヤーとか言う人がいるんで、それはちょっと違くないかっていうことを説明したかったっていう動画ですね、前回のやつは。で、続きまして。税金納めてりゃ文句ないよという意見がありますね。なるほどね。あとね、まあ、似た感じの意見として、古物商の許可を持っているか否かもかなり重要ですよね、というご意見もありました。これに関しては、税金の話をし始めたら、でも全部の商売で言えるよね、多分。この方の意見としては、別に、転売ヤーの転売自体は別に文句はないけど、商売するなら税金ぐらいは納めろよっていうことだよね。で、税金を納めてなかったら、それはまた別の問題で、それはいけないことですよっていうことを言いたいだと思う。転売ヤーがとかじゃなくて、まあ、税金はね、納めないといけないですね。で、古物商の許可を持っているか否かもかなり重要ですねっていうことなんだけど、これはまあ、古着屋さんの話かな。古着屋さんの中にも結構この種類があるというかさ、例えば、将来的にお店を出したいっていう、人がいて、出したいんだけど、でももう右も左もわかんないから、まあ試しにね、ちょっとイベント出店とか、ネットとかでね、物を売ってみようっていう段階の人とかだったら、別に古物商なくてもまあいいのかなと思うんですよ。だってそれ以上ね、続けるかどうかもわかんないし、で、古物商の許可取るのって、ちなみに僕は古物取ってるんだけど、古物商許可取るのね、40日、もうきっかり40日かかるんですよ。ビビりましたね。警察に行って、で、まあ、書類出して、で、お金払って
のかな、その時お金払ったのかな、まあ、とりあえずまあそういう手続きがあって、でどれぐらいでできますかって聞くじゃないですか。でそしたら40日ですって言いますもんね。40日ぐらいですみたいな言わないですもんね。だいたい40日ぐらいかなとか、なんかそんな感じじゃないですか。あのお店でなんかね頼んだ時にどれぐらいですかって聞いたら、なんぐらいかなみたいな。でもそのこういう警察の受付のお姉さんも40日ですってもうきっかり言いましたからね。で実際40日後のなんか朝に取り行ってありましたからね。いやすごいさすがだなと思いましたね。まあというわけで、その古物証を取るのもね、まあ時間はもうかかるし手間もかかるし、だからそのスタートアップの人とかは別にその古物証とか持ってなくても僕はいいかなと思ってるんですけど、じゃあ例えばそれでね生活賄うであったりとか、まあ副業だよね、確定申告しなきゃいけないレベルはあるじゃん。まあそれぐらいになってきたら、それこそ個人事業主にもなんないといけないと思うし、古物証もね、まあ取らないといけないのかなとは思います。まあそれは個人的な意見として思います。で、今の古物証の意見とちょっと似てるんだけど、転売と一括りでは言えませんよね。店で買い、いらないのでメルカリで売る。これは転売？月の出品数、売上、それとも意思の問題？転売ではなく背取りと言ってみたり、とても難しいラインですよね。ただ個人的な転売の考え方は、流行り物、レイ、ポケカを大量に買い売る、大人気スニーカー買い売る、こういった純粋に欲しい方に行き渡らず、興味はないがお金が欲しい人に行き渡る形を私は転売と考えてますと。ほうほうほう。転売のものと理解して購入しているのであればいいとは思います。あ、なるほどね。だから転売っていう言葉の意味だよね。大きい括りで言ったら転売になるかもしれないんだけど、それ転売やってるよねって言われたら、いや別に不用品売ってるだけなんだけどっていう話なんですよね。で、個人的な転売の考え方。ああ、なるほどね。だから、そのアイテム自体に別に執着とか愛情とかないけど、今人気で流行りだからそれを買ってきて、利益を上乗せしてそれを売るっていう形が転売だっていう考え方ですね、この方は。続きまして、自分も某リサイクル店ディングが趣味なんでよく行きますが、古着屋のオーナーさんと何回も見かけますと。フリマにも毎回朝見に来られています。いつか500円で販売されてたレトロなジャケットが後日店売り1万2000円になってました。転売も誰もがやってできることでないと思いますと。古着は特に一点物だし目利きとセンスかと、ということでね。まあ、リサイクルショップとか、フリマで古着屋さんのオーナーが買い付けをしてると。で、500円で買ってきたものを店で1万2000円で売ってました。まあ、この方の意見としては、転売も誰もがやってできることではないと。目利きとセンスだと。そうですね。それは確かに僕もそう思います。だから、その500円で売ってたものを1万2000円にすることができる能力ってあるよなぁとは思いますよね。だからそこに、価値を見出せる知識とかさ、まあ、経験とかね、これは500円で買ったらめちゃくちゃ安いぞって分かることって結構すごいことだしね。でさらにそれを1万2000円にすることができるお店っていうのもすごいと思うよ。同じものをさ違う人が売って、じゃあこっちの人は1万2000円で売ることができるけど、こっちの人は1000円でしか売れないっていうことって結構あると思うんだよね。それってやっぱその人とかそのお店のさ、なんか雰囲気とかさ、まあ、接客の仕方とか、あとそのアイテムをメンテすることができる能力であったりとか、実力って意外とあるんだよね、本当に。だからこの方が言ってることは僕はね、すごく納得できます。すごいことだなと思います。で、この意見と似た意見、古着屋さんがリユースショップやフリマ、他の古着屋さんで買い付けたものをさらなる値上げで売ってるなんて話もありますね。それもそれをやってると噂されてるのは超有名店、古着屋としてのプライドはないのかと私は疑問ですけどね。知識のない人だけが損をするような世の中は嫌いです、ということでね。まあね、この意見もわかる、わかるんだよ。古着屋としてのプライドはないのかっていうところね。わかります。プライド問題ね。とってもよくわかる。なんだけど、僕もちょっと古着販売してるんで、古着の仕入れ先であったりとか、あと仕入れるものね、は、プライドとか邪魔することって結構あるんだよね、本当に。なんだけど、それは買ってくれる人にはもう本当関係ないんだよね。
なんですよ。ということを最近ちょっとね、思うようになって、で、しかもさ、古着って、例えばもうアメリカ行って物がないなんてもうずっと聞いてることで、で、実際僕もね、10年ぐらい前に1回だけアメリカ行ったことあるんですよ。で、まあそれこそ、向こうのリサイクルショップね、スリフトショップとか、フリマとか回って、もう本当に、もう何件も何件も行ったけど、あ、なかったよね。本当に。もうビビった。ディーラーさんの倉庫とかに行って買い付けしなきゃいけなかったんで、もうそのタイミングで。なんだけども、そういうのも知らないから、昔の聞いてた、それこそ90年代とか、それぐらいの古着屋さんがやってた買い付けの方法で、ある程度ね、買い物できるものだと思って行ったんだけど、もう全然で、その時思ったのは、これだったら日本のリサイクルショップの方がよっぽど買い付けできるなと思いました。それぐらいね、物がなかったよね。ビビりましたよね。まあ、それは、それこそ日本の古着屋さんであったりとか、まあ、世界中の古着屋さんが、まあ、買い付けに来てるのもあるし、アメリカのディーラーさんが、そこに出回ってるものを、まあ、買っちゃって、で、自分のところでまた利益を乗せてね、売ってるみたいなのもあると思うんだよ。だから、アメリカ行ったらもう全然もう本当に何にもないっていうわけではないと思うんだけど、まあ、僕はそんな感じで思いました。だからさ、プライドっていうのも確かにあるんだけど、それだけじゃちょっと割り切れない問題ではあるよなと僕は思っております。で、知識のない人だけが損をするような世の中は嫌いですっていうことでね。これもすごくわかるんだよ。なんかめちゃくちゃ安く買って、それをこっちで高く売るって、なんかもうほんと騙してるみたいなさ、なんか詐欺みたいな話ではあるんだけど、じゃあそれをさ、なんていうの？それを納得させれる力があれば別にいいと思うんだよね。それこそまあ、古着屋さんの、それが実力だと思うんですよ。なんかあそこに行ったらなんか買ってしまうみたいな古着屋さんって結構あったりするんだよね。価格がまあまあ高いんだけど、別にでもあそこ行ったらなんか納得してしまうみたいなさ、なんかそういうお店ってあるじゃないですか。まあそういうことだと思います。で、商売ってやっぱどんだけ安く仕入れてどんだけ価格をつけれるかだと思うから、だってさ、もう本当にめちゃくちゃ高い値段だったら誰も買わないじゃん。それでも買ってくれるってことは、それなりに消費者、だからその買ってくれる人が納得して買ってくんだから、まあまあいい、別にそれはいいのかなと僕は思いますけどね。続きまして。いや、まあ、雑魚は黙ってろよっていうことでね。雑魚って言われちゃってね、何が雑魚だったのかっていうのはちょっとわからなかったんでね、またその辺のことはコメントに残していただけたらなと思います。はい、というわけで、今回は前の動画ズバリ言います、古着屋さんは転売業者です、それが何かについたコメントを紹介させていただいて、まあ、僕の意見をねちょっと述べさせていただきました。まあね、ちょっとややこしい問題ではあるんだよ。だから、転売っていう言葉がなんかちょっと負のイメージがあるからさ、そこでちょっとこうごちゃごちゃってなってて、説明がね、ちょっとややこしくなっちゃってんなとは思うんですけど、全体的に見て思ったのは、やっぱり、このなんか流行りに乗って、何の知識もないけど、なんかこれが売れるっぽいから、それをなんか買ってきて、じゃあ高く値段つけて売ろうっていうことに、なんか違和感というかさ、嫌悪感を抱いてる方が結構多いのかなっていう気はしました。知識とか全然ないのにそこに参入するこすずるさっていうかさ、多分そこだと思うんですよね。だから、まあ僕ら古着を売ってる人たちっていうのは、そのアイテムの知識とか、まあ、背景、歴史とかだよね。なんかそういうのをもっとこう、自分の中にストックして、で、お客さんになんでこれがいいのか、で、あなたはなんでこれを買うべきかなのかっていうことをさ、ちゃんと説明できるような状態になっている必要があるな、みたいなことはちょっと思いました。皆様はどう思われたでしょうか？はい、ということで、今回ご視聴ありがとうございました。氷を置いておくゲージさん、ほいと。